山田渡辺氏とは、現在の広島県福山市沼熊半島一帯を、領有し、山田はじめ城三条主であった武家である。彼らは、佐賀天皇の御子で親戚に降下した、源の通りの六代後渡辺綱の後裔であり、佐賀源氏名門の家柄である。渡辺持は、足利高氏に従って、武功を挙げ、貧後国山田僧の自頭職を与えられた。餅の後、ただし、 自家、十と、代々続いた。応仁の乱において、渡辺氏は東軍についた。渡辺元は、将軍、足利義明が、織田信長によって、京都から追放された後、毛利輝元の後ろだけの下で、義明に近似し、その身辺を警護した。それゆえ、渡辺一族の軍を抜いた活躍に、義明が感動したことにより、 白笠袋と毛線案服の使用を許すお打ち書きが下された。白笠袋と毛線案服とは、室町時代守護大名家に許された印であり、山田渡辺氏のような地方の国人に、これを認めたことはすでに吉明の周囲に旧幕臣が禁じしていないことを端的に示している。しかし、関ヶ原の戦いで西軍につき、江戸幕府から一条山城大挙を命じられ、 その後は没落していくこととなった。以後、新たに入法してきた福山藩主の水野市に仕えた。なお、水野市の時代は即室を出すなど、それなりの価格を保っていたが、天領時代、安倍氏時代になると、そのようなこともなくなった。ありがとうございます。